野市消防本部の五十嵐です。阿賀野市消防本部の木伏です。皆さん、目の前に人が倒れていたらどうしますか？もし心臓が止まっていたら、何も処置をしなかった場合、どんどん救命率が下がってしまいます。大切な人、命を救うためにも、ぜひ心肺蘇生法を身につけておきましょう。それではご覧ください。倒れている人発見、周囲の安全よし。倒れている人がいたら、近寄る前に道路であれば交通状況、出血がある場合は感染の恐れがあるので、自分の安全を確保して近づきましょう。わかりますか？わかりますか？わかりますか？意識なし。すいません、誰かいませんか？はい。はい。119番通報お願いします。はい。あなた AED お願いします。はい。意識の状態が悪ければ、周囲の人に助けを求め、119番通報と AED を依頼しましょう。もしその場に人がいなければ、自ら119番通報をしましょう。呼吸の確認。1、2、3、4、5、6、呼吸なし。呼吸の確認は10秒以内で行います。胸やお腹がしっかり上がっているかどうかを確認しましょう。口だけが動いていたり、いびきをかいている状態でも、胸やお腹が上がっていなければ呼吸なしと判断します。胸骨圧迫。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。胸骨圧迫のスイッチは胸の真ん中です。胸の真ん中に手の付け根を置いて、映像の通り肘をまっすぐ伸ばし、真上から垂直に押すようにしましょう。胸骨圧迫の押すリズムは1分間に100から120回です。11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。人工呼吸は、一方の手で顎を持ち上げ、もう一方の手で鼻をつまんでください。相手の口を覆い、息を2回吹き込みます。1回の吹き込み量は約1秒とし、少し胸が上がる程度で大丈夫です。もし胸が上がらなくても、2回の吹き込みでやめ、胸骨圧迫に戻りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。 AED 持ってきました。 AED が届いたら、電源が入っているかを確認し、パッドを右胸と左脇腹に貼ってください。その後、AED が自動でショックが必要かどうか判断します。ショックが必要な場合は、倒れている人に誰も触っていないかを確認し、ショックを実施しましょう。もしショックが必要のない場合でも、救急隊が到着するまで AED の指示に従って心肺蘇生法を続けましょう。AED 使いますか？はい。お願いします。呼吸を確認してください。胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を取り出してください。袋を破いてパッドを取り出してください。パッドを青いシートから離して図のように右胸と左脇腹に貼ってください。パッドを貼ります。パッドを青いシートから離して図のように右胸と左脇腹に貼ってください。すでに貼られていれば、パッドと AED の接続部を確認してください。体に触らないでください。体に触らないでください。先生を調べています。体に触らないでください。電気ショックが必要です。充電しています。体から離れてください。体から離れてください。ショックします。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。心臓マッサージ変わります。胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2。
感染症が流行しているときは、動画の通り布やハンカチをかぶせ感染対策を行います。感染症の流行、出血や嘔吐がある場合は感染のリスクがあるため、人工呼吸は省略し胸骨圧迫のみの実施で大丈夫です。倒れている人発見、周囲の安全、よし。わかりますか？わかりますか？わかりますか？意識なし。すいません、誰かいませんか？はい。はい。119番通報お願いします。はい。あなた AED お願いします。はい。呼吸の確認。1、2、3、4、5、6。呼吸なし。胸骨圧迫。1、2、3、4、5。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、AED 持ってきました。AD 使いますか？はい。お願いします。全コードで意識、呼吸を確認してください。胸を裸にして、AED の蓋から四角い袋を取り出してください。袋を破いてパッドを取り出してください。パッドを青いシートから離して、図のように右胸と左脇腹に貼ってください。パッドを貼ります。パッドを青いシートから離して図のように右胸と左脇腹に貼ってください。すでに貼られていれば、パッドと AED の接続部を確認してください。体に触らないでください。体に触らないでください。AED を調べています。体に触らないでください。電気ショックが必要です。充電しています。体から離れてください。離れてください。ショックします。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。心臓マッサージ変わります。胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2。いかがだったでしょうか。阿賀野市消防本部では、毎月個人で申し込みができる救命入門コースを開催しています。その他にも事業所ごとに救急講習を受け付けています。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。興味のある人、待ってます。